はい皆、えー、さんこんにちは。ですが夏につなぐ単論口実学習法と論文の土台はパーツ学習で確立というところで、えーまあ、タイトルはそうなってますけど、まあ、一応そんな内容で、ね、夏ゼミのですね、まあ、どちらかというとステップアップゼミですね、えーまあ、いわゆる夏ゼミっていうところの、えー、内容ですねについてちょっと話をね、えーまあ、ちょっと短い時間ですけどさせていただこうかなと思っていますとはいよろしくお願いしますと。 ええー、夏ゼミなんですけれども、えーとまあ、どういう人にまず、ねえー、受講していただきたいのかというところで、まあ、あのパンフレットにもね書いてあるんですけれども一応ざっとねおさらいがつらに一緒に話をしたいと思うんですけど、まあ、一つは初学者の方ですかね。で初学者の方っていうのはね時々あるんですよあのこれどういうことかっていうと1年目だから。 まず担当だけ、ね、しっかりやればいいんじゃないかとか、うんあのまあ、今ちょっと時間もないから論文までやってませんとかってことになるんですけれども実はこれ担当も論文も効率も勉強としては最終的にはこう特許法とかねいわゆる商標法っていう,こう法律に集約するっていう意味では一緒なんですね。ですよアプローチとして、うん、で知識の面から聞くのが担当試験。ですね単純に丸抜で分かりますかと。 でそれからお客さん我々に、ね、文章を書くのが仕事なんでお客さんに対してこう文章を書いてアプローチちゃんとできますかというのが論文試験でお客さんとこう打ち合わせとかまあ例えば特許書いけばね面接審査とか、えー、もしくはね審判で口頭審理とか場合によってはね親権取り決着訴訟とかで口頭裁判所行って実際裁判所で、えー、口頭ねあの高等で話をしなきゃいけないこともあるということになるとそういう力を見るのけ口述試験ということでまあ三つですね。 まあこれをしっかりと見ていくということですから、実はそれぞれの勉強というのは並列ですね。平行でやっていった方がまあ、時期的にはいいかなと思ってます。あのね、あの時期的にというかまあ効率がいいかなと思ってますね。で、特に担当っていうのがこれ点の勉強なんですよ。うん、ポイントとして29条2のこ9。4点。いや国内優先権のここここここみたいな感じで、どうしても点になってくると。 でその国内優先権とか例えばさっき言った進歩性とか29条2とか拡大線がんとかっていうのが審査という流れで一歩につなげる勉強線の勉強ですね。ですで線の勉強にしてから今度はじゃあそれって他に例外がどんなことだあった衣装だと音だったっけっていうのが展開していくのが面の勉強なんです。なのでまずは点の勉強ではなくて最初は線の勉強線の勉強であれば。 その戦場については、例えば特許の審査っていう流れでは全部理解できるからねこれが点でやっちゃうとその隙間が空いちゃうんですよ。で結構皆さん勉強の仕方というのがその点でしてしまうのでだからそうすると知識の隙間がポポポコッポココとと。いてくるとでそうすると担当試験も当然その点のないところでは解けないですし論文試験もなかなか書くことができないということになりますからまだその論文の知識を身につけるってことは非常に重要ですということです。 でもう一個は実際勉強していく上でも最終的には暗記するってことも必要なんですけれどもまずは理解です。ということで例えば基本の趣旨とか条文の規定の流れだとか、えー、成り立ちとかそういったところから普段の学習に反映させていくことが大事ですそのベースの力を身につけていただきたいのが、えー、夏ゼミの一つの目的ですね。 で次に学習経験者の方に関しては当然論文の合格を盤石な体制とするためということになりますで。特に担当試験がある方は論文試験の勉強というのはもう年内しかほぼできないですね、まあ、年明けでもできるかもしれませんけどは1月ぐらいまでです。私が思ってるのはでよく私が言うのは今は担当と論文,論文の勉強をちっと並行でやってますとでその論文の勉強をやってた時間をそのまま下3本に割り当てるんですよ2月とかになると。 例えば今20時間1週間勉強してますとで例えば8時間ぐらい論文の勉強してますとまた私も過去問の勉強で大体まあ8時間ぐらいって言ってるんですけどその8時間をまるまる2月とかになると下散歩条約著作権不況法に割り当てるということになると、まあ、その分論文ができなくなると。でじゃあ、えー、いつからやった方がいいですか私は下散歩は直前にいいと思ってます。これね特にあの早めにやる必要がないっていうのは今年担当試験受けた人は分かると思いますけど今 PCT の流れ言えます国際事務局 と国際,国際事務局と事務官長国際調査機関国際不審査機関全部この流れと言えるかと言ったら多分もう忘れてるでしょまずまだ多分担当試験終わったから一ヶ月か二ヶ月ですすぐ忘れますじゃ参謀うん地学人設権ね出てきます出てこないですよねでもなぜかさ忘れてるんですだから忘れちゃうんですよずっとやってるわけじゃないからということで考えるとあまり早めにやっても下参謀っていうのは知識の維持が難しいんですであれば直前にやるということになりますのでといことは年内に向けての論文をしっかりやっていくってことが大事です。 で担当がある方はそれありますし、まあ、今年論文試験受けたよっていう方ですよねに関しても、まあ、まだなかなか自信がないという場合はやっぱそこの知識を確実にしていくと例えば今年は担当受かった論文を受けたんだけどやっぱなかなか準備が足りませんでしたっていう人は来年こそはねしっかり論文を合格するという必要がありますからそういった場合に関しては、まあ、年内を含めてね試験論文の勉強を確実にしていくってことが大事になります。 かつやっぱりあの論文を受けたよって方は口述対策っていうこともしっかりやっていただきたいんですけどなかなかやっぱ論文試験終わってですねもう気が緩んでしまって、まあ、まあいいかなっていう形になってしまうんですどうしても、うんで。そうなるとこの8月っていう期間がどうしても学びしがちですので、まあ、そういった意味では、まあ、しっかりね、うん、あの土台を作るということでは口述、まあ、対策っていう意味でも、ね、含めてそのペースメーカーっていうのを導入していただけるといいかなと思ってます。 済みのスケジュール、7月29日から9月9日ということになっていますと、えー、と選択科目がある方が、まあ、ちょっと厳しいかなというところはあ,のあるんですけども、まあ、その場合はですね、えーとまあ、ちょっとですね、1回はもうお休みしてあのあれあれか選択、今回論文が選択23日だからもう終わってんだよね。 じゃあ大丈夫だな、うん、でも29日の、えー、部分から始めていただいてということで、まあ、ちょっと1週ここ空いてるんですけれどもあとまあ時間帯がねちょっとずれたりしますけど、まあ、あのほぼ1週間ペースと。でこの間に、まあ、論文コルモンを使った課題というのも出しますので、うん、だからまあご家庭での課題と、まあ、それに基づいてでゼミでやっていくのは、えーまあ、主にその課題に基づくですね演習というのを少しやりながら説明をしていくということになります。 だからま,あまさにペーーースメーカーとしてて使っていいいたただきたいっていうのが一つですね、うん、それから、えーとね、抜き打ち政策っていうのが、まあ、書いてあるんですけどこれ何かっていうとあのまあ問題を解いていただくんですけど、まあ、ただ解いてるだけっていうことだけですと、まあ、なかなかあの自分としてはですかね、えー、と身につかないですし、まあ、毎週解きますとなると、まあ、大きな負担ですよね。あのまあ、例えば初学者の方ですとなかなか書けなかったりするのでそこはちょっと大きな負担があると思いますから基本的には抜き打ちで。 1>, まあ、で1人は1回はあの答案を見るような形にはしてるんですけれども少なくともね、うん、一応今週は何番と何番と何番の人は答案出してくださいみたいな感じで出して、まあ、一応チェックをするということになりますで、えー、と今週今年はですねお休みをされた場合は、えー、と一応フォローアップがあるというところなので多分まあ動画で確認することができるかなと思いますと教材をどう出すかが今のところ あのごめんなさい私わからないんですけれども例年ですとあの一応私がドロップボックスの共有フォルダに PDF を入れますであのでそこにあのアクセスしていただければ取れるという形になっています、はい、でそもそも論文と勉強ってどうやってやるのっていう話ねこれはまあちょっと簡単に言いたい,い,たいんですけど論文というのは、まあ、基本的に当たり前ですけど試験会場に行ったら問題文がありますとでこれ問題文の中に絶対トリガーがあるんですきっかけになるキーワード でそのトリガーに沿った文章をこう抜き出したなんですかねこう項目を書いていくっていうだこの言葉があるからこの論,この論,この論点だこの言葉があるからこの論点だっていうです、ね、意味合いが非常にありますでこれ何であるのかっていうんですけど私がよくね講座の中で言っている例えば「新宿から東京までどう行きますか」っていう話をね私講座でするんですよガイダンスとかで,で新宿から東京までっていうのは、まあ、中東であれば中央線日本、ね、東京の方である中央線日本ですよねなんだけれどもいやいやいやと。 俺山手線で行きますよとか。まあそれは別に、別に間違いじゃないですね。山手線で新宿から東京駅まで行きますよあ,あ、それはいいでしょう。いやいや、総武線で行くんだと。総武線のが空いてるからさって話になって、ね、ね、まあ総武線で秋葉原まで行って、秋葉原から乗り換えて東京駅。まあこれもいいでしょう。いやいや、俺は赤羽まで行ったら埼京線で行くんだと。赤羽まで埼京線で行って、赤羽から湘南新宿ラインじゃないなだ。上の東京ラインか。上の東京ラインに乗って東京駅に行くんだ。まあまあそれもいいでしょう。いやいや、俺は違うと。俺埼京線乗るんだけど、大宮まで行くんだと。 大宮まで行っってて新幹線でで来るんだっていうねでこれ実は全部間違あのた合ってるわけですよ上野から東京にあごめんなさい新宿から東京に行くってルートはだけど先ほに言ったね新宿から一旦大宮で大宮で新幹線で東京行くっていうのはかなりもうレアでね普通そんなことする人いないわけでも間違いじゃないわけよ新宿から東京までどうやって行きますかっつって,って別にそれバ,バスじゃないよねうんってなった時にじゃあ問題文でどう書くかっていうと例えば、えー、乗り換えを1回しかしないとかね いう,ような条件を入れるわけですで JR で乗り換え1回で行くにはどうしますかっていうことに言えば例えば乗り換え1回っていうともう山手線かえ中央線ですねになるしで例えば四谷を通ってっていう話だと、ね、よく言うのは新宿から四谷を通って東京に行くのはどうしますかってなるともうこれ中央線になると。でただ中央線になるんですけれどもただこれ JR でっていう要件がないと丸の内線が入ってくるんですよね、うん。なので丸の内線を除外するためには JR でっていう問題文の要件がいる。 ということで JR で四谷を通って乗り換え一回で行くというのがトリガーになっていてでそこから中央線のとことが出てくるんですけどで問題文も実,実際一緒なんです要するに試験員としては戦勝記書いてもらいたいんであれば戦勝記につながるキーワードが絶対あるんです。し例えば不正使用と時計審判集会で書いていただきたいんであれば何らかの不正使用やってることが書いてあるはずなんです。うん、全然幅広くわけのわかんない問題の事例になってしまうとこれ10人いたら10人書くことがバラバラになってしまいます。そうすると試験として成り立たないんですよ うん、試験なのであの大学の論文みたいに書いてあることに,手について内容を評価してるわけじゃなくて試験問題としての国家試験としての評価なのでこれ正解があるんですで論文試験の基本的に正解が1通りりだけあります、うん、だ皆さんね問題を見ると自由に書けるように見えるんですけれどその一通りをどうたどるかっていうとになりますであとはその拾えたトリガーから書いてることを並べ替えたければこれで答案になるということになります。 だから問題文から項目を抽出するっていう作業が一つ。それからその抽出した項目に基づいた文章を書くっていうことが二つ目。でそしてその文章を答案の形に整列するという形になります。これが基本的な論文の勉強の考え方になります。同じ,同じです。だから問題文から結局それを答案構成にして実際の答案に落とし込んでいくと。いうことをやっていただくという感じですね。でそうすると、ここでえっ、ー、と二つの力が必要になります。 一つは問題文からトリガーを見つけるっていう練習です。この問題文ではどういうことを書かなきゃいけないのか、っていう判断をするっていう力が一つ必要です。で、それまあここ書きますね。これ書きます。例えば143個定性の最高面書くって書いてます。そうすると、例えば定性の最高面という項目が分かったんだけど、じゃあ訂正の最高面で何を書くのってことになります。ってことは、次は項目から答案を書く力っていうのが二つ目に必要になります。で、この二個の力を。 確実にしていけば論文試験合格するということになりますで、そのための実はゼミというのがありまして大きく私がやっている例えばゼミでも夏ゼミと秋ゼミがありますね、夏にやって秋にやって ね、冬と春はないんですけどねただまあ秋というのは冬も春もいきますからねまあまあこれを落とせば四季、ね、折々のゼミが楽しめるわけですけど <laughs> 別にあの四季と来る何かが出るわけじゃないですけどね、うん、あのただまあ一応ね季節的な感じではということですで、まあ、中最終的に「エデゼミナキ」っていうのが、まあじゅえー、と論文試験の発表後ぐらいですから例、まあ、年,年10月ないし11月ぐらいから始まるんですけど一応ここでの私の指導っていうのは過去問中心学習ですもう自分でしっかり過去問使いしてこだしてくださいということを言っていますはい でちょっとだからそうするといきなりここのねやっぱり勉強するときにどうやって過去問やろうかなってことになるんですね。うん、ということになるのでこちら側ですね「うん、エルゼミ」っていうところでここです何をやるかっていうとこれも中心の、えー、学習っていうのを、えー、していっていただくということでさっき言ったこの論文の部品ですねよいしょちょっと戻りますけどこの部品これがそれぞれ書けるような練習というのをしていっていただけるといいかなと思っています。 であの結局それが書けないとそれが書けないとねっこれ数度をしった時にやっぱ書けないんですよね実際的にだからその2つの力というのをやってい,っていただこうと思ってます。こう2つ、ね、1つはえリゼミでこれも使った内容を理解していくとでもう一個が「えリゼミ」「きゼミ」では項目の理解をしていくというこの2つをやって,いっていただきたいと。 でそのまあだから項目を各問でこなすっていうことをやっていくんですけどその前提として夏ゼミではそれで使う「これもこれもっていうのはこういう教材になるんですけれどもこれ大体いい特許で今100個近くかな賞商費は多分6070ぐらい実はあないから10ぐらいで条約も10ちょっとぐらいなんですけど、まあ、こういう簡単なもともとこれこれもんっていうのはどういう問題集かっていうとこれ下は去問のレジメなんですよ。 あこっちは趣旨だから違うんですけどこっちとは過去問のレジュメなんですすす最終的に私のの勉強っててて担当ももも論文も口述べ過去問です考えてるのでその時に過去問からじゃあいきなりやってくださいって言っても論文の過去問ってねできないんですよ、うん、あの扱い方が難しい非常に注意難しいです過去問でね一番簡単な使い方が簡単なのは担当なんですよ丸抜なんで、うん、で口述に関しては実は夏休みの間はできれば口述の問題やってほしいというんですけれどもあの口述の問題は問題レベルは一番優しいんです そうなんですよ問題レベルだけでいうと一番優しいの口述で次論文ですで一番難しいのが担当です担当一番難しいです問題はただ解きやすいのは担当なんです丸抜だからで論文は分かんなければ飛ばしちゃいったり省略できるんで、うん、あのまあ,あの担当の次にやりやすいんですまだそれでも口述がやりにくいのはこれ口頭で答えるってなるとあの飛ばせないんですよね試験員が聞かれたことに、うん、例えばこの時あなたは弁理士としてどういう対応をとりますか わかりませんからパスしますというのは言えないんです公実はだから非常に解きにくいのは公術ですただ問題レベルは口頭でやり取りする関係上そんなに難しいのは出ないですで考えたときに公術、えー、の勉強を普段やっていくってことが実は担当の文の勉強にもつながっていきますのでぜひ夏デミの間の期間はねこれは別に論文を受けたからいかいのにわらず公術の問題というのをしっかりやっていただきたいと思っていますでこれも講義の中で指示を出します公術アドバンスを使ってですね公術の問題をしっかりやると うん、でその時に合わせて「論文コレモン」っていうのを使っていくんですけど特にあのエルゼミンを将来受ける、うん、あの秋とかね受けてみようかなとかっていう場合にあの私の講座を取ったことがある方は多分これもお持ちになってると思うんで全然気にしてないんですけどあの私の講座を取ったことがないよっていう方は特にあのコレモンをここで使い出しとかないとエルゼミ始まったから一応エルゼミのまたお配りしますけど秋の方でも、うん。ただちょっとあの過去問やる時間がちょっとかなり増えてくるのでなかなかこっちまで手が回らないんですね。 そういいいいっっったたた意味では、えー、と夏の間にしっかりやっとといていただきたいと思いますで、えー。例えば趣旨問題に関しては、まあ、例えばこれは単一37条かな37条の趣旨という形でも趣旨問題が載ってますと。うん、で趣旨っていうのは、まあ、基本的にはあのなんですか、ね、これを覚えるというよりかは趣旨の考え方をしっかり理解していくっていうような意味合いですかね。うん、例えばまあここにちょっと字ちっちゃくて見えないと思いますけど趣旨問題の典型パターンというのは例3つの位置から考える三つの立場から考えるというのがあります。 上と要するに出願人にとって第三者出願人というのは例えば特許出願人とか特許,特許権者の場合もありますね。第三者というのは利害関係人であったり侵害者だったりもしくは本当に全然関係ない第三者という立場です。それからあとは特許庁とか裁判所ですね、まあ、お役所側ですね国の立場。でこの3つの立場にそれぞれメリットデメリットがどんな状態かっていうのを考えていくのは趣旨のアプローチとして一つなんです。 いろんな規定でその3つの立場で理解できていれば仮にいきなり知らない趣旨が聞かれたとしても一応書くことができます例えば今これ37条ですけど1 4十の三、百1 4の3の向こうの答弁ですよね向こうの答弁がもうけられた趣旨についてっていった時に出願人第三者特許庁の立場から誰にとって得するんだろうということを考えていけばいい例えば1 4十の3の答弁であれば出願人はあんま得ないですね特許権者は潰れる方ですから、うん、でも第三者侵害者側としては別途向こう審判を請求しなくていいっていうのがあります それから特許庁、えー、裁判所に関してても、えー、2回す、えー、する必要がないといとうのが出てきますよねただ問題も出てきます。何かというと、特許庁と裁判所というのが別の場所で判断をしていいのかという論点はあります。という論点、の考え方から趣旨で見ていけば、実はあの全く同じものが書けなかったとしても、キーワードを抑えることができます。なので、キーワードを押さえた趣旨というのをしっかりまず理解していくというのが一つです。ただもう一個は事例パターンが載っています。事例パターンはある問題に対して、例えば項目ですね。 例えばこれであればこれ侵害関係かな侵害関係なので特許の侵害の定義と損害賠償と不取得返還請求を請求と言っていますと。で、えー、元々の問題はこれごめんな、ね、平成18年かな18年の問題を分解したものになってるんですけどだからそういった意味ではこういうですねあるえ論文のパターンというのをしっかり押さえていくっていう意味での論文これモのをしっかり活用していただければなというふうに思っていますと。はい。もうちょっと短いんですけれどもねで すごくまあ最後にちょっと言いたいことがですねその弁理士試験であることの大切さってこれ私のゼミなんかではよく言うことなんですけれどこれをしっかり意識していただきたいと。で自分のゼミなり講義なり自分の教え方としてはまさにこの弁理士試験っていう感覚ですね。でこれはどういうことかっていうとあの弁理士試験なんです。っていう2つの観点からしっかり勉強を捉えていただきたい。で1つは何かっていうと弁理士として妥当な考え方を身につける。でこれがすごく大事で ただやっぱり最近の論文ですと、事例に即した問題も結構出てきます。そうなった時に通常の弁理士だとそういう対応を取らないよねっていうことは、やっぱ回答としては不適切なんですね。ただ最初の拒絶地利に対していきなり分割出願をするっていうのは、まあ、原則としてはありえないですね。で多分、えー、法律的には別にできるわけですよ。拒絶地利に対していきなり分割出願というのは当然できるんですけど、ただ原則としてはあまりないかなと。 例えばじゃあ文化図出願っていうのは便利子っていうのが実務上どういうふうに使っているのかっていうそういう観点からっていう説明を私はよくします。ただあの当然これはあのお客さんとか出願人間で出願人間、ね、って考え方って違うんですよ。うん、違っていて例えば自分なんかも、えー、と普段仕事でやっていると、まあ、事務所であのいろんなお客さんいますけど自分のお客さんはあの本当にあの特許定後の分割というのが割とするんですね。 皆さん結構査定ご分割というのは結構するんですけど多分他のグループがやってるお客さんはほとんどしてなかったりするんですよ。だそれもととお客さん出願人の考え方とか分野による考え方というのは十分あるのは知ってるんですけどまあ標準的な考え方、まあ、幸いねあのこういう仕事をしているといろんなお客さんとかいろんな人の考え方聞きますので、まあ、ただ標準的にまあ事務所として弁理士としてはこういうアプローチをした方がいいんじゃないかという話をしています。だからまずその弁理士としての妥当な考え方になりますでそれと合わせてもう一個なんです。 試験として妥当な回答の出し方ですねを身につけるということが必要で、うんあのこ、ー、れ違うわけですよね。またで実務がこうだからって言ってそこにこだわってもしょうがなくて試験ですから、うんそれは試験として回答する必要があります。ね、例えば、えー、ねまあちょっと私がまあ以前の交通ルールなんかもそうですけど、まあ当然交通ルールは個性であるんですけど、まあ何ですかねまあ実務上の交通ルールって言うんですかね。 うん、っていうのが例えばあります例えば時速4 0キロの道を、ね、4 5キロぐらい出してる車もいますよそれは。という時にただそれは試験としてアウトですね。うん、だからといってじゃう時キ,キロの道路でピチッとして,るかって言ったらそでじゃというよねただ進行はピチッと止まんなきゃいけないですね赤は赤でねいや実務上赤になっていってもいいんだよとそうはいかないんですだからなかなかそこっていうのはバランスっていうのはあるんですけどただやっぱりまず試験としてどういう回答を出すのかっていうところが一つ。で特に論文はこれ重要で結構論文って面白いんでいろいろ考え出しちゃうんですね。 でそれは考える必要はないですあくまで試験としてどう答えるかっていうところをあのしっかり線引きを引けば全然問題ないかな結果的には論文試験というのは多数派の考え方ですから多数決ですね多数決の考え方が得られるような理解をしていくっていうのがすごく大事になりますあまりだからそこはこだわらないってことですね逆に、はい、それからもう一個は、えー、ともう全般的にあの私の講義とかあのゼミとか全てに共通してるのは本当にもう楽しく勉強していただきたいという感じですねうんあのそこがもうほんとに重要です あので正しくなければあの続かないですっていうのは、まあ、その通りでやとぱりでだからそういった意味ではあの、まあ、ゼミとかでも私はまあ楽しんでやっていただきたいと思ってますんで、まあ、いろんなこと聞いていただいたりとか、まあ、そういうのを、ね、やり取りしながら、えー、勉強できればなというふうに思ってますと、まあ、ちょっとね本当に短いんですけど夏ゼミに関しては。で一応、まあ、あのこ そうですねあの、まあ、今年はフォローアップもあるので、まあ、どうなんですかねちょっと a b ルゼミの秋ですとなかなかあのちょっと通学がやっぱ全体になってくるのかなと思うんですけれども回数も短いですし、ねうんまあ、あのやり取りですかねやり取りが、えーとまあ、その電子データとか、まあ、もしもその添削をしてほしいという場合であればあの、まあ、何か。 そうですね、えっ、ー、と、まあ、書いたものをスキャンしたりとかっていうことで送ってもらってもいいかなと思いますのでそういう対応が取れるんであればね、うん、例えば、えーまあ、短いですから、まあ、通信、まあ、通信っていうかねあのフォローアップっていうその方を利用していただいてもあのいいんではないかなというふうに思いますと。はい というところで、えー、ちょっとね、夏ゼミは短い時間なんですけど、ぜひ皆さんと一緒にね、えー、頑張って合格を目指していきたいと思いますので、えー、まあよろしければね、ペースメーカーというところでご利用いただければと思いますと。特に、まあ、夏ゼミをね、あの取られるよという方はね、あのぜひご検討、特に夏ゼミは長丁場なので、やっぱどんな先生がわからなかったりもねすると思いますので、まあ、それをね、体験するという意味でも、あのちょうどいいかなと思っています。はい えー、というところで一応夏ゼミというかねステップアップゼミの一応プロモーションというかダイダンスはこれで終わりにしたいと思いますぜひね一緒に頑張って勉強していきましょうじゃあこれで終わります皆さんどうもお疲れ様でした